もっと。Hey guys! いやちょっとね、面白いコミュニケーション能力をするテストがあるんですよ。受けてみない？例えばさ、僕がインターネットで仕事をしているっていうふうにしましょう。ね、僕はインターネットでオンラインショップがあって、洋服を売っています。で、その中には T シャツとかジャケットとかズボンとか靴下とかがあるわけよ。で、僕は自分で営業していて、まあスタッフ3人4人ぐらいいると。で、そこにスタッフがいてさ、で、僕がスタッフにメッセージを伝えます。靴下。白い靴下を買ってね。スタッフは、OK って言って、白い靴下を、まあ、500ペア、1000枚買ってくれます。2、3日経つと、まあ、でっかい段ボールにさ、靴下さ、1000枚、まあ、500ペアが届くわけよ。わーって言って、ね、早速、ね、売ろうぜと思って、わーって段ボール開いたら、なんとさ、その靴下が、白じゃなくて、灰色、グレーだったんだよ。はい。あなたは、どうします？はい。靴下が灰色じゃん。靴下出してさ、スタッフにさ、でね、これさ、白じゃないよ。灰色だよって言うのよ。そうするとそのスタッフが、いや、これ白っすよって言うわけ。え？って、これ灰色じゃんって言って、いや、これ白っすよって。Whoa! Oh my god! いやいや、クリスさん見てくださいよ。これね、よく見ると灰色っぽく見える。かもしれないけど、これ白なんですよって、まあ、確かにこうやってこういう風な角度から見るとまあ白っぽいけど間違いなく灰色やろって言って、いやいや僕のオーダーしたスクリーン見てって言ってパソコン出してきてさ、見てこれ白でしょって言って、いやちょっと俺には灰色に見えるんだけど、いやいやこうやってって言って、こうやって角度変えたりするとまあ確かに白っぽいわけよ。うん、でもよくこの下の説明見るとね、灰色ってグレーって書いてあるわけよ。Alright、ここでテストです。もしあなたがその会社を経営してたらなんて言いますか？よく考えて。ヒントは、自分にこうやって言ってくれたらありがたいなっていうところにちょっと入ってるかもしれないんだけど、ちょっとクリスバージョンで解説させてください。 Alright, so 普通の場合ね、普通の場合よ、多分普通の会社とかだったらね、僕がそのスタッフに怒ると思うんだよ。お前バカクソ、お前ほんとできねえやつだな、お前さ白と灰色の違いが分かんねえか、でお前が後から灰色とか言ってきて、まあ、ふざけんなよって、多分すごい怒ると思うんだよね。で、そのスタッフはうーってなっちゃって、で、後で俺に対して嫌味を持ったりとか、自分が本当にできない男だって思っちゃったりとか、そうなるかもしれないよね。まあこれが、まあ、普通なのかな？わかんないけど、まあ多いケースだと思うんだよ。でもちょっと上のレベルに行く、ね、器が広い人のレベルに行くと、こうなると思うんだよね。OKOK。このスタッフは、靴下を頼んだと。で、言われた通り、白い靴下を頼んだ。思ってたんだよね。間違いない。思ってたんだよ。でも、実際に頼んで届いたら、それが灰色だったと。ね。だから、スタッフは悪いことをしていないじゃない？ね。わざと問題を作ろうとして、灰色の靴下を頼んでないわけよ。ただ単にそうなっちゃう。だからまあ自分の解説っていうのかな。自分のプロスペクティブを少し変えることによって、ああ、この人が悪いわけではない。で、この人が取ったアクションも悪いということではない。ただ単にそのアクションが少し、まあ、もう僕が求めていたよりと違うと、ね。それだけだったと。で、こういう考え方を持つことによって、チームワーク、コミュニケーション、相手とのコミュニケーション、会社の雰囲気がすっごい変わるのよ。ね、例えば、まあ、もし実際にそうなったら、ね、あ、そうだったんだ。OK。よし、じゃあ今度からは注文する前に、もう一つの確認チェックを入れようよ。そのミスが起こらないように。でもう一つのやり方もあるわけよ。でこれは自分のハートを信じて、ビジネスをやっている人たちにすごいおすすめしたい
ビジネスのやり方なんだけど、これはあの一般的の考え方とすっごい真逆で、まあいいじゃんっていう考え方なんだよね。だからまあビジネスやってて、で自分のハートを信じてビジネスをやっているわけでしょ。自分のやりたいこととか本当にやりがいを感じること、でそれが自分のハートが教えてもらってくる、ハートから来ることじゃん。でそれを信じて不可能だって最初は思ったんだけど、少しずつやってると実際に現実になってきて、それがビジネスになっている。だからハートが正しいわけでしょ。じゃあ正しいことをあなたはやってるわけよ。だからもしそういうね、間違った靴下が来ても実は怒らなくてもいいんだよね。でもちろんね、間違った靴下500枚来たらさ、めんどくせえなとか思うかもしれない。いやーこいつ本当に最初はね、本当にねできないやつだって思うかもしれない。でもこれを自分のスピリチュアルプラクティスっていうのかな、自分の器を広げるための成長の機会みたいにして使えることもできると思うんだよ。だからまあ極端な話ね、本当に自分のハートを信じて動いてるんだったら、ハートの方がビジネスよりも優先度が高いと思うんだよ。だって正直な話、ビジネスがうまくいったって幸せになれるかって言ったらそうでもないわけよ、ね、ビジネスも幸せな環境でね、やりたいことをやってて、ね、自分のビジョンを従ってやってる。で、プラス、社内のコミュニケーションもいい。ね、家族とのコミュニケーションもいい。ね、そういう、なんていうかな、人と人とのコミュニケーション、人と人を大切にしていく。そういうのも、実際に一緒にやった方がいいと思うんだよね。だから、もし、会社で働いてて、ムラってくる、イラってくる時があったら、本当にそれを、まあ、チャンスとして見ることもできると思うんだよ。だからもしこのテストであなたが、いや俺だったら怒るよって、俺だったら絶対叱ってね、鞭打つわって思う人ね、もしそう選んだら、あなたはなぜそう思うんですか。多分、いやそのせいで売り上げが低くなるじゃん、そのせいでお金がなくなっちゃうじゃん。だからそのせいで自分の何かが失われちゃうって思ってるわけでしょ。でそれが怖くて怒ってるんでしょ。それを守ろうとして、で相手にお前がダメなんだ、俺のせいじゃないぞ、お前のせいなんだ、俺が持っているものが失っちゃうんだ、俺怖いんだよ、でお前が俺に悪いことやったんだって。だからそもそも失っちゃうって思ってるそのエゴが自分の、まあ、心にくっついてるわけでしょ。そんなのがくっついてたら永遠にそういう人生になっていくわけよ。それを外すと失わないような人生に変わっていくと思うんだよね。 Alright. Anyways, thank you so much for checking out the channel. なんか質問があったらいつもあの LINE でアットクリスに教えていただければ幸いです。 Alright, I'll see you in the next video.